世界の宮城がなぜ今回東京にこだわったのか、その思いに迫る。まあ、4回目の登場ということで、そうですね、はい、最多じゃないですか、もう BPM なんですか、じゃあ最多ですね。マジですか、お世話になってます。いやいや、もうこちらこそ毎回ちょっとバッタリ会う機会が、ね、そうですよね、この前もエレベーターの中で会ったんだよね、この前、はい、まあちょっとねそんなことありますか、はい、ボラやと思って すごい。さあ今回のステージでは最新アルバムからの曲を披露してくださいましたが、はい、ソロのアルバムとしては3年ぶりということなんですけど。そうですね、はい、まあ、ずっとコラボレーションサムライセッションズというアルバムをずっと作ってきて、正直海外でやる時は本当にギタリストとしてやっぱりギターで戦っていきたい、ギターで勝負したいっていう気持ちがやっぱ大きいんですけど、今回久しぶりに自分のリリックで、ね、思いを届けたいなと思って書きました。そしてまあその No Sleep Till Tokyo という、まあ、東京っていう言葉が入ってるんですけど、実際日本を離れて、まあ、海外に拠点を移して活動するようになって、改めてその東京っていう言葉の響き、まあ、そして日本っていう国が持つそのカルチャーがすごく、なんだろうな、新鮮に感じてきたというか、すごくこの国のいいところ、面白いところがすごくリアルに感じるようになってきて、で今回はその歌詞も日本語をすごく、多めに書いています。そして今回のジャケットなんですけど、あの人気漫画東京グールの作者石田水さんの書き下ろしということなんですが、はい、これってどういう経緯でこうなったんですか。友達で、へ、音楽もすごく聴いてくれていて、ライブも来てくれたりもするんですけど、まあ、僕自身も彼の作品すごく好きで、まあ、それこそ東京感ですよね、うん、ロサンゼルスを歩いてても、うん、例えばリトル東京とかでも東京グールのポスターがドーンって貼ってあったりもしますし、うん、すごく人気もありますし、まあ、彼の世界観で雅を描いてもらったらどうなるかっていうので、はい、お願いしました。そんな中で本日披露していただいた No Sleep Till Tokyo、 これは改めてどんな曲なんでしょうか。せわしない曲ですね、はい、海の向こうから東京、日本を見ているとやっぱせわしないし、スピード感も速いんですね。
でそこにその日本のホスピタリティというかそのおもてなしサービス精神といいますか、ね、レストラン行っても飛行機乗っててももう、もういいですっていうぐらい大丈夫ですかって来るじゃないですか、もういいですっていう、なんかそういった日本のいい部分、本当に観光で来た外国の人たちが日本最高って言って帰る気持ちがすごく分かるというか、本当にいい国だなと思うので、だったらそれをどうやってそのもっとなんだろうな、また新しいその観点というか視点で現代の日本のその価値観と強みみたいなものをなんかもっと意識して作れたらなと思って、なんかまあそういうイメージで作りましたね、はい、なるほど。次の曲は世界中ツアーで旅をしている時に、まあ、本当にね世界中の応援してくれるファンのみんなに向けて書いた楽曲です。どんなに離れていても僕たちは同じ空の下生きている。Under the same sky。See you.